週刊化マスターの山野徹です。今日はですね、批判というものはチャレンジしたことがないやつがすることというお話をしたいと思います。というのはですね、最近ね、こう批判が来るようになりました何かとね、この動画とかに対してもね、批判が来るようになりまして、まあそれ以上になんだろうな、すごい嬉しいコメントとかも来たりとか、いいねとかしてくれたりとかさ、セーブしてくれたりとか、めちゃめちゃ嬉しいんですけど、まあプラスでね、こうなんか批判も来るようになっちゃって、そこでちょっと考えたお話をしたいなと思います。ちょっと考えてみてほしいんですけれど、例えば曲作りをしてる人がいたとしてね、曲を作って動画を上げてる人がいたとして、まあすごい売れっ子の作曲者だとしましょうね、ミュージッククリエイターね、もう自分は動画上げたらもうね、何万回再生とされる人がですね、まあ YouTube ちょっと見てたら、なんかピュッとこう音楽初めて曲作りましたって人の動画が流れてきたと、曲がね、そうで、まあ聞いてみっかって聞いたとしましょう。いやもう全然聞くに耐えない、もうね、自分からしたら全然もうその曲の構成もなんかわけわからんし、おまけに歌も下手くそだと、そうっていう動画があったとして、それを見たとしましょうね、その人気のミュージッククリエイターがさ、で聞いて、うわしんどいな聞くのって思って聞き終わりましたね。でそこでわざわざコメントして、こんなの聞く価値がないとか、全く才能がない、センスがないとかってコメントしないんですよ。これなんでかわかります？自分も通ってきた道だからなんですよね。チャレンジして、最初は自分もそうだったっていうのがあるからなんですよね。そうわざわざそこに批判するやつって、じゃあ例えばその曲にね、そのね、もう全然確かに良くない、その曲に対して聞く価値がないとか、こいつマジ才能ないとか、耳障りだとかってコメントしてるやつ、じゃあ実際聞いてみたら、曲作ったことありますかって聞いたら、曲作ったことないんすよそいつらって。批判してるやつらって、その批判してることをやったことがないやつらが批判してるんすよ。チャレンジしたことないやつらが批判してんのね。実際そうなんですよ。でもね、で上にいる人ってのはそんな下の人にいちいち批判しないんですよ。アドバイスはしたとしてもよ。なんかアドバイスはするかもしれん。なんか、ここもうちょっとこうしたら良くなるかもしれないんで、次回ちょっとやってみてください、みたいな感じでね。ありがとうございます、みたいな感じになるやん。それはさ。それはアドバイスとかはあったとしても、批判はしないはずなんだよ、上の人って。で、まぁ、ちょっと例えなんですけど、チャレンジしてる人っていうのは、目の前に壁が現れてね、その壁を登ってる状態なんですよ。チャレンジしてる人っていうのは。そうで、批判してる人ってのはその壁をね、登らずにこう下から見上げてる人なんですね。そうこう下からこう見上げてて、で、あんでその登ってる人に対して、ああだこうだ言ってるわけですよ。そんな登ったって意味ないよとかね、どうせ滑り落ちてくるだろうとかってこうガーって言ってるやつなんですけど、大丈夫ですそれね、ずっと登り続けたらね、いずれ見えなくなるっていうね、でその批判も聞こえなくなるっていうね。でも実際本当にそうだと思うんですよ。で上にいる人はね、その登り始めた人、その音楽で言うと、曲を作り始めた人っていうのは本当下の方にいますよ、壁のね。もうすごい、その、すんごい上の方にいる、有名なね、例えばミュージッククリエイターがいたとしたら、大丈夫、いずれね、その登り続けてたら追いつくかもしれんし、だからそこを目指して、ガン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 進んでっていいんですよ。って、思いましたって話です。はい。これも多分また批判来るんだろうな。なんて思いますけれども、はい。まあね、できれば批判コメントじゃなくて、もっとポジティブなね、コメントがあったらすごい嬉しいなって思います。はい。本当に喜んじゃうタイプなんで、皆さんポジティブな、コメントください。ということで、今日お話ししたのは、批判をする人はチャレンジをしたことがないやつ、または自分より下にいる人っていうお話でした。お疲れ様でした。